おはようございます、今月のゲストは上町で但馬牛の生産販売をされている田中畜産代表の田中和馬さんです。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。で、今月のスイーツは稲美町のクリーミーはちみつ。私も初めてですよ。冬でも固まらないとろっと滑らかな新食感のはちみつ、そのお味はすごい滑らかで美味しいです。美味しいですね、はい、はちみつだけで食べても美味しいです。私毎朝はちみつ小さじ1杯あ、そうですか、いただいてるんですよね。美味しい。田中さんのところでは但馬牛何頭ぐらい飼ってないんですか。今親牛が60頭ぐらいになりました。親牛が60頭。はい。そうすると子牛もいるってことですね。子牛も同じぐらい、今40頭ぐらい子牛が。じゃあ100頭合わせるとそれぐらいの頭数になりますね。ああ、それ何人でやってる。妻と2人でやってます。平均的な家族経営の畜産農家になると思います。ああ、そうですか。但馬牛って一般の方まだあまり知られてないこと多いと思うんですけども、はいはいはい、日本で今すごく高級牛肉として扱われている黒毛和種、数ある黒毛和種の中でも但馬牛っていうのはもう1400年ぐらい昔からこの兵庫県の中だけでよその血を入れずに改良を重ねてきた牛っていうのが但馬牛になります。で、その特徴としてはやっぱ通常の黒毛和種に比べて体もすごく小さくて繊細でナイーブなんですけども、味が抜群に美味しいと、本当に味に特化した品種っていう風に思っていただけたらと思います。なるほど。まあ、神戸ビーフ、皆さんご存知の世界で一番有名なブランド牛なんですけども、その神戸ビーフになることができるのが但馬牛という品種だけなんですね。但馬牛を使ったブランドっていうのが兵庫県の中でたくさんあるんですけども、地域ブランドっていうのが三田牛もそうだし、淡路牛もそうだし、はい、黒田牛もそうだし、はい、田中さんのところはどの部門を受け持たれてると言えるんでしょう。僕の場合はですね、繁殖農家っていうのをメインにさせていただいてまして、はい、お母さん牛を飼育して、そこに人工授精をして生まれてきた子牛を子牛市場で販売するっていう仕事をしています。で、僕たちが子牛市場で販売した牛をさらに2年間お肉にするために太らせてくれる農家さんが肥育農家といいまして、はい、繁殖農家と肥育農家っていうのがそれぞれ分業で成り立って、みんなで県内一丸となって作り上げている牛肉になります。はいはい。それで田中さんのところは中心は繁殖農家なんだけど、はい、肥育農家の部門もやってないんですか。そうですね、メインは繁殖なんですけども、やっぱりお肉に関わる部分もやってみたいなっていう思いがあって、はいはいはい、一部肥育も今勉強しているところです。牛っていうのは双子であっても同じ部屋で同じ餌を与えて同じ環境で飼ってても同じ肉にはならないっていうぐらい分からないことがたくさんある動物で、だから一人で何か自分のオリジナルの飼い方を作るのではなくって、基本的には周りの農家さんの知恵や経験っていうのも教えてもらいながら、まあ、みんなで新しい飼い方を探してるっていうのは現状です。その一方で役目を終えたお母さん牛を山で放牧に出して、で、放牧での但馬牛の美味しさっていうのを今お肉で表現したいなと思って、そういった放牧計算牛肉っていう新しいジャンルの放牧計算牛肉、はい、穀物でしっかりと太らせて美味しい油になるっていう但馬牛とはまた全然違うベクトルの味になるんですよね。もともと経産牛って肉質が硬くて、はい、食用に適さないと言われてたんですよね。はい、但馬地域っていうのは繁殖地帯だったので、経産牛を食べる文化っていうのはあったんですよ。あ、但馬にね、はい、で、経産牛は美味しいっていうのも畜産農家の中では当たり前の話でして、でその美味しさをどういうふうに表現しようかなって考えた時に、まあ、せっかく但馬にはたくさんの野草が生えているんだから、その野草を使ったお肉ってできないかなと思ってやってみたんですよ。食べてみたら美味しかったということで。期間としてはどのくらい。だいたい半年ぐらい放牧に出します。但馬はやっぱり雪が降るので、冬場は放牧ができなくって、ちょうど今頃春先から11月の下旬ぐらいまで6ヶ月間朝から晩までずっと山の上っていう感じですね。それ管理してなくても大丈夫なんですか。
一応毎日か2日に1遍ぐらいは牛の様子を見に行かないと、野生になってしまって捕まえられなくなっちゃうので。他の農家でもですね、はい、取り組んでる方いらっしゃるんですか？ないです。日本でも田中さんのとこだけ。そうですね、和牛で黒毛和紙でやってるのは僕だけだと思います。わあ、そうするとぜひね、放牧経産牛食べてみたいって全国から田中さんのところでいっぱい注文が来るんじゃないですか？おかげさまで注文はいただくんですけども、今は販売すれば全部すぐ完売するんですけど、お肉が全然売れなかった時期があったんです。でそんな時に、たまたま今のシェフと出会って、そのシェフがいい部分はあなたの大事なお客さんに売りなさいと、であなたが売りにくい部分を僕が買うからって言っていただいて、でいやその放牧のバラとかって硬いですよって言ったんですけども、それを考えるのが僕の仕事だから、君は自分の大事なお客さんに一番自信のある部位を売りなさいって。そのシェフとの出会いはやっぱりすごく大事だったんですね。すごく大きかったです。転機なんですね、はい、その三村さんが腕を振るうのがレストランももか。放牧経産牛ってどんなお肉なんです？これが牛なのという今までのイメージとは全然違う肉になりますね。柔らかさではなくて肉としての旨味がもう凝縮されていく肉だというふうに感じています。それがもうやっぱり一番の魅力というか、フランスの伝統的な調理方法でコンフィっていう低温調理で時間調整をすると、筋だとかそういう肉そのものの硬さっていうのも柔らかくなりますし、オイルで煮ることによってもそのしっとりした仕上がりになるっていうことですね。周りでできることっていうのはもうぜひ手伝わせてもらいたいと。単にエールだけじゃなくて一緒に頑張ろうですね。シェフが放牧経産牛のキッシュを作ってくれました。柔らかく煮込んだ肉の味と食感を楽しめるんですって。いかがですか？全然硬くない。牛が入ってるって味はしますね。これ白ワインがあるといいな。さて、サンダで畜産農家だったわけじゃないですよね。そうですね、ちっちゃい頃から、動物が好きだったっていうのはあったんですけども、高校を卒業した時にですね、何か動物と関われる仕事がしたいなと思って選んだのが北海道の酪農学園大学っていう、牛のことを学ぶ学校だったんですよ、でその大学で自分たちで牛に人工授精をして生まれた子牛を3年間かけてお肉にするとかまでして、でそのお肉になった牛を直接消費者の方に販売したりとか、あとは学食でイベントで料理にして出したりとかってい もう畜産業の全部を味わえるようなサークルだったんですよ。なるほど。この食べ物を届けるっていうか、美味しいものを届けるっていう畜産の仕事に魅力を感じて、いつかこういう牧場を持って畜産業に関わる仕事がしたいなっていうふうに思ったのがきっかけですね。よし畜産やろうということで。そうです。なかなかやっぱりよしやろうとなってできないのが畜産業で、地元の畜産農家さんの家に住み込みで2年間牛の勉強させていただきまして、はい、でその2年間やってる中で改めてやっぱ牛飼いって面白い仕事だなってハマっちゃいまして、で牛飼いの親方の牛舎が一部空いてたので、はい、それをお借りして間借りして、そこから5頭の牛からスタートしました。そうですね、最初はもう本当にイケイケどんどんでやってたんですけども、規模をどんどん大きくして、早く生活ができる頭数までしなきゃいけないということを焦りすぎてですね、5頭でしたからね、はい、最初は、いろんな各地区に空いてる牛舎があれば3頭貸してもらったり5頭貸してもらったりという感じで増やしてはいったんですけども、だんだんその牛を見るっていう基本的なことができなくなってしまって、結果的にその自分の未熟さでたくさんの牛を事故で失うことになってしまったりもしてですね、もうその生まれてくる子牛っていうのはもう1年半ぐらい前に種付けの準備をして、で1年かけてお母さん牛から生まれてきて、でっていう過程が全てもダメになってしまったんで、本当に大きな出来事でした。それどうやって乗り越えたんですか？正直自分の力では乗り越えられなくてですね、今日食べる牛の餌も買えないような状況だったんで、コンビニにアルバイト行こうかなって思ってたんですけども、コンビニに、はい、もうそこしか働く場所がなかったんで、
でそんな時に作蹄っていう牛の蹄を切る仕事をしている方がいたんですけども、はいはい、その作蹄師の方からですね、うん、コンビニなんかでバイトすんなと、うん、そんなことしたら今まで牛見れんくって悪くなったのにどんどん悪くなるぞと、うんうんうん、で作蹄っていう世界に入ればいろんな牧場の牛が見れるし、うん、自分の牛飼いに還元されるし、うん、作蹄師としての給料も入ってくると、うん、だから厳しいけども作蹄の世界に入らへんかっていう声をかけていただいて、そこから何もわからない状態で作蹄師の親方に弟子入りさせていただいて、本当にねすごく参考になりました。実際に牛に触ってその蹄を切ることで体調も分かりますし、うん、まあ、その農家さんの深い話も聞きますし、何より自分が子牛市場で売った牛と再会してどんな風に育ってるのかって見ることができるんで、そういうのも全て自分の経営にフィードバックができるというのが作蹄の世界のすごいところだなと思ってて、もう今の畜産経営の土台にはなってます。ああ、それは良かったですね。それでパートナーであるね、はい、事業のパートナーである、はい、奥様との出会いっていうのはどういうきっかけだったんですか？妻はですね、インターネットを通してインターネット、はい、出会ったんですけども、ええ、畜産業してるとなかなかもう牛ばっか見ててですね、はいはいはい、女性の方と知り合うことってあんまりなくてですね、で自分からやっぱり将来のパートナーを真剣に見つけたいっていう思いがあって婚活をしてたんですけども、自分のことをやっぱり知ってもらうには考え方や日常というのを発信していくことで出会いを広げていけたらなって始めたブログがきっかけで妻と出会いました。で奥さんもどちらの方なんですか？妻は宮城県の登米市の、宮城県、はい、登米出身で、よくはね、はい、ご両親がその本当に、はい、宮城県から兵庫県にね送り出されましたね。その通りです、ありがたいです、ね、牛の飼育から精肉販売情報発信まで2人で一緒にやってきた妻の厚美さん、和真さんをどのように見ているのでしょうか？自分のやりたいことにまっすぐといいますか、ぶれずに淡々とこう進めていけるといいますか、お客さんでしたりその地元の農家さんでしたり、その誠実でいようとしてます。お母さん牛も子牛もやっぱり元気にこうやっぱりすくすく育てられるように、牛が生産できるように、はい、2人で頑張っていけたらと思います。はい、おはようございます。田中畜産の田中です。2人の情報発信にも磨きがかかりそうですね。田中さん、さらに力を入れたいという方向だとかポイントがありますか？はい、そうですね、一つは今お肉の販売をしているのでお肉の事業の方を進めていきたいなっていう思いはあるんですけども、やっぱりお肉をするにしても何にしても自分は畜産農家であり牛飼いであるっていう、うん、まあ、そこがベースだと思うんで、うん、やっぱりいい牛を作っていくっていうことを一番大事にしていきたいと思いますし、そのいい牛を作るっていうのは過去に失敗した牛を見れずにダメにしてしまったっていう、うん、まあ、反省もあって、うん、しっかりと牛を見て牛に合った飼い方ができる牛飼いでありたいと思いますし、あと田島牛っていうのはこの兵庫県の中だけで改良されてきてる牛なんで、はいはい、僕個人だけではなくってやっぱ同じ同業者とこの田島牛っていう昔の人が作り上げてきてくれたこの牛を、まあ、残して良くしていくためにも、今後どういう牛がいい牛なんだろうかとか、どういう改良していこうかっていうのをみんなで話せる場をもっともっと作っていきたいなと思ってます。それは大切なことですね。県にとってみても本当にビーフとして美味しい、うん、ブランドとして確立していけば世界中どこでもですね求められるし大事にしていただけるってことなんだと思うんですよね。そういう意味で田中さんの試みが田島牛の未来の道筋を作っていただくことを心から期待したいと思います。ありがとうございます。しっかり頑張ってください。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。最終回の井戸カフェは7月25日に開店です。お楽しみに。